シュルッパクは古代シュメールの都市。現在のテルファーラ遺跡であり、ニップルの南約55キロの地点、イラク、カーディーシーや県のユーフラテスガ市に位置する。シュルッパクの都市神は、穀物と大気の女神ニンディルである。シュルッパクは、イラクのカーディーシーや県、ニップルの南約55キロメートルに位置し、南北におよそ1キロメートルの広がりを持つ。 総面積はおよそ120ヘクタールであり、イオカの35ヘクタールは、周囲の平野より3メートル以上高く、最大で9メートル高い。各種の職業のリスト。イラク、南メソポタミアのシュルパクから出土した年度版文書。ペルガモン博物館収蔵。1900年のヘルマン・ホルラーとヒルプレヒトによる、簡単な調査の後、1902年に、 ドイツオリエント学会のロベルト・コルデバイとフリードリヒ、デイリッチュによって8ヶ月間発掘が行われた。発見された遺品の中から、シュメール初期王朝時代の数百の粘土版文書が収集され、ベルリン博物館とイスタンブル博物館に送られた。1931年の3月と4月、アメリカオリエント学研究所とペンシルベニア大学の合同チームによって6期にわたって、 シュルッパクでさらなる調査が行われた。この調査はエイリッシュミットが指揮し、電気作家サミュエル・ノア・クレーマーが参加した。この時の調査の結果87点の両突計かつ未詳成年度版文書と断片が発見された。1973年ハリエット・ P ・マーティンによってシュルッパクで3日間の表面調査が行われた。調査対象は主として ドキ編であり、シュルッパクは少なくとも、ジェムデトナスルキまで遡り、シュメール初期王朝時代に大きく拡張したこと、アッカド帝国時代とウル第三王朝時代にも存在したことが確認された。シュメールの設計文字で書かれた年度版文書、知事のための銀の会計文書の要約、前全2500年頃、イラク、シュルッパク出土、大英博物館収蔵、シュルッパクは、 シュメール神話の物語における重要な舞台の一つである。シュメール王朝表に残されたシュメールの伝承では、伝説的な大洪水の以前と以後に大きく時代が分けられている。そしてシュルパクは大洪水以前の時代において最後に王権が天から降りた年とされ、その王ウーバルトゥトゥは18,600年間統治したという。また、 全2000年期に書かれたシュルッパクの教訓と呼ばれる文学作品では、ウバルトゥトの息子で都市と同じ名前を持つ賢人、シュルッパクが息子のジュースドラに様々な教訓を与えている。同じ頃の別の神話ではジュースドラは大洪水を生き延びて不死を得た人物ともされている。ギルガメ主女児史においては、ウバルトゥトの息子のウツナビシュテムという男がシュルッパク王であることが記されている。 ウッドナピシュテムは大洪水を逃れて、ディルムンに赴き、ウルクをギルガメシュの訪問を受けたという。テルハラ遺跡の発掘によって、シュルッパクは穀物の貯蔵と分配の拠点であり、数多くの穀物サイロを持っていたことがわかっている。シュルッパクの最古の発掘層は、前3000年頃のジェムデトナスルキに年代付けられる。ジェムデトナスルキの末期に、 シュルッパクで河川の氾濫による洪水があったことも、考古学的に証明されているが、この洪水を、シュメール神話の大洪水と結びつける説は全く、空想的なものに過ぎないとされる。洪水より、下の層から発見される多色の土器は、初期王朝時代の前のジェムデトナスルキに遡るもので、ある。この都市は、全2000年を過ぎた直後頃に放棄されたが、エイリヒシュミットによる調査では、 全2000年期初頭まで下るイシン・ラルサ時代の円筒印象といくつかの土器製飾り板も発見されている。遺跡から発見された遺物は主として初期王朝時代のものである。全4000年期から全3000年期初頭に年代付けられるヒソド道で作られた製品がシュルパクから発見されている。これはメソポタミアでもかなり早い時期のものである。同様の製品は てっぺが裏からも発見されている。シュルッパクは、初期王朝時代3期の終わりに大規模に拡張され、約100ヘクタールの広さを持つようになった。この段階で、シュルッパクは破壊され火がかけられた。この結果粘土板と泥レンガの壁が焼成され、数千年の後に残された。初期王朝時代3期の層残された、多数の建物の後からは、シュメール語が書かれた。 大量の設計文字年度版文書が発見されている。これらの中には土地の所有に関わる文書やウルクをはじめとしたシュメールの各都市の出身者を含む6580人の労働者の名前リスト、行政管理文書などがあり、初期王朝時代のシュメール社会について貴重な情報を現代に提供している。ありがとうございます。